はい、本日はですね、視聴者さんに聞いたダサいショーツはどれだというところでね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、この真夏になったらショーツ皆さん履きますよね。その時にダサいのってなんかな、まあいろいろ浮かびます。白い肌とかスネ毛とか丈短いとか足短いとかいろいろあるんですけども、それって最もダサいの何なんかなっていうのを今回ランキングにしておりますので、そちらをご紹介していきたいなと思います。ではですね、こちら下のカメラもありますので、この下のカメラも見てもらって、こう履いた状態で、あ、どれがダサいんかなっていうのをね、見ていただこうと思いますので、まずは第5位をいきたいなと思います。ダサいショーツ第5位というのがですね、嘘です、第4位でした。第4位というのがですね、こちら派手なショーツということになってました。まあこれに関しては少数の意見やったんで、そんなにめちゃくちゃ多い人が言ってたわけじゃないけども、まあショーツとしてはどうしてもこう派手な柄を合わせちゃうと、ちょっとダサいというか子供っぽくなっちゃいやすいんじゃないかと。まあ例えば今こうやって履いてるようなショーツとか見てもらったら、まあブラックとかで履いとけば、まあそれこそ無難っちゃ無難なんですけども、まあそれはそれででも味気ないっちゃ味気ないんです。まあ一回ちょっと派手なやつを履いてみましょう。はい、とまあいかがでしょうか。まあこのように派手なショーツってどっちかっていうとダサいというよりかは、ちょっとアウトドア感強なりますよね。一気にこれ海っぽくなってくるし、あんま街中っぽくないというかね、これ街中で履いてたりしたらね、海でも行ってくんのって言われそうな感じもするから、同じバギーズショーツでもこういったブラックとかで履いておけば、まあ、そこまで、街中でも溶け込むとは思うんですけども、こういった柄とかになってくると多分合わせる場所が限られるというかね、こうアウトドアとかやったらめちゃくちゃ履いてくんねんけども、街中で履くとか、ちょっとこう飯食いに行くときに履くってなってきたら、あれ海上がりで帰ってきたんとかって言われそうやから、まあこっちの方が合わせれるシーンとしては少ないけども、逆に言うとこういうブラックとかってその海とかでは生えないですよね。全然目立たへんし、全然なんてことないから、やっぱり柄物とかは一着あったらね、そういう海とかアウトドアの時に使えるんかなっていうことで、一応まあアンケートスタイルやったんで、どっちにしてもこれは入ってくるんですけども、ランキングとしてね。だけどまあそんなに多い票じゃなかったんで、あんま気にすることないかなと思いますが、まずは派手なやつということになってました。ではね、次第3位に行きたいなと思います。ダサいショーツ第3位というのがですね、肌の色が白いということになってました。でも肌の色が白いって言っても、まあどこまで白いかって、まあ人によって全然違うんですけども、例えばこういった明るい色味をショーツで履くってなった時に、ちょっと一回下の方行って履きますね。これ一回履いてみると、ある程度日焼けしてたりしたら、こういった派手な色とかもね、合わせやすかったりするんですけども、まあ確かにあんまり日焼けしてなかったりするとね、この色味とかはちょっと合わせづらいし、他にもこういった明るい色味とかなんかはちょっと合わせづらくなってくるので、どうしてもこの辺りのグレーとか、あとまあブラックとか、もうちょっと冒険できたとしてもネイビーとかぐらいになるんかなと思うとですね、確かにちょっと真っ白になってくると、この辺しか合わせる範囲っていうのはちょっと少なくなってくるんかなと思いますので、上はね、意外と何色でも肌焼けてようが何しようがあんま誰でも似合うと思うんですよ。白の T シャツなんかは白の肌でも黒い焼けててもどうしても似合うけども、ショーツは確かに焼けてた方が合いやすいけど、まあ別に焼ける焼けへんって人のね、個人差があるから、焼けにくい人もいてるし、こうやっぱ真っ赤になって皮めくれちゃうっていう人もいてるから、そんな無理に焼くことではないと思うんですけど、この辺が第3位ということになっておりました。では次ね、第2位に行きたいなと思いますが、第2位がこちら、ショーツの丈が短いということで、これはですね、改善できますよね。持って生まれたやつとかじゃなくて、もうこんなもん改善できるからですね、まあ分かりやすいのがこれなんですけども、この色が悪いとかショーツが悪いとかじゃなくて、一番結構サイズちっちゃいんですよ。ちょっと1回履いてみますね。これ今履いてるのが S サイズで、これ黄色でも結構丈短く感じるじゃないですか。さらにこれもう1個短なので見といてくださいね。はい、とまあこのようにですね、なんかちょっと気持ち悪さが出てくるんですよ。ちょっとこう上がれば上がるだけちょっと気持ち悪さが出てくるということで、まあこれやったらね、ほんまにタイトすぎるし、なんやったらこの隙間からね、お稲荷夏の陣っていうのがもしかしたら見える可能性もございますので、まあ、その辺を気をつけると、やっぱりあんまり丈はね、こう短くない方がいいかもしれないですよね。でちょっとね、これは皆さんにとって気持ち悪い映像だと思いますので、あんまり映さないですけども、こういったちょっと丈の短めのっていうのはなかなか男女ともに受け入れづらいというか、特に男性の方、同性から見てでもちょっと短いなと思うけど、女子から見てももっと短いから、うわ嫌やなと、旦那とか彼氏にあんな短いの履いてほしくないなと思う方多いと思うんですけど、まあ、こういったちょっと丈の短いのはどうかなということでお声いただいておりましたということなんですが、次第1位に行く前にちょっと番外編に行きます。少数ではあるんやけども、こういったお声ありましたよということで、じゃあどんなお声があったのかというとですね、まず一つ、足が細いというのがねありました。太いの間違いかなと思ったんですけど、足が細すぎる
るっていうのがね、ちょっとまあでもショーツ似合わんのちゃうかなっていうことやったんですけどもね、まあどっちかっていうと足は太い方が似合わんかもしれないんですけど、あの細くてね服似合わないってことないんですよ。細ければ細いほど服って似合ってくるんでね、あのパリコレとかのねモデルさんとか見たら細いぞガリガリになってるんですよ。ああいうの見てたりしたら細いのって何着ても大体似合うんやけども、ちょっとふくよかになればなるほど服が似合いづらくなってくる。まあ髪の毛もそうですね。髪の毛って長ければ長いほど雰囲気って出てくるんだけども、短ければ短いほど雰囲気出づらいんですよね。だからモデルさんとかって髪の毛長くするんやけども、まあ、そういったことを考えるとね、まあ足が細いのはちょっと僕はあんまピンとこうへんかったけど、そういう声もあったし、でその次にあったのがね、ソックス、靴下を履いてるということで、大体こういったショーツの下ってサンダル履いたりとか、あとまあスニーカーもまあそういうローテクバンズとかそういうの履くと思うんですけど、その時にこの靴下が見えるのがどうなんかなっていう声がね一部あったりするんですけど、これもねまあまあおしゃれな人って結構そういう履き方しはるから、まあどうなんかなって僕は思うんですけども、まあまああくまで少数な意見なんで、こういう意見もありましたということなんですが、次第1位に行きたいなと思うんですけどね、第1位はねこれ圧倒的に票数多かったんですけど、何かっていうとね、すね毛が生えてますかと。で、すね毛ってそんな気にしたことないじゃないですか。普通に生きててね、うわ、すね毛ちょっと生えてきたからどうしようかなとかってあんま思うことないんですけど、最近結構ショーツでは皆さん気にされてるらしくて、僕ね、これね、足見てもらったらわかるかなと思うんですけど、僕もね、どっちかってちょっと薄いんですよ。一応毛は生えてて、ほったらかしです。何にもしたことないし、剃ったこともないし、あのガムテとかでビリってやったこともないんやけども、この辺やったらね、なんか僕特に生きてて気持ち悪いとか、それとかって言われたことないんですけども、確かに濃い友達とかはもう脱毛してツルツルにしてるんですよ。で、ね、脱毛とかってどうなんかなとかって思うじゃないですか。そんな足脱毛してとかって思うけど、やっぱ見てる方からしたらやっぱ綺麗は綺麗やなと思います。あ、足ちゃんと手入れしてんねや、足にまで気がいくんやっていう風に思っちゃうから、他のとこもちゃんと意識してはんねやろなみたいな、毛だけじゃなくてね、生活の中でちゃんと意識して生きてはんねやろなっていうのがなんか感じさせられるので、すね毛自体が汚いとか臭いとかなんか気持ち悪いとかそんな云々の前に、あそこまで手入れできる人なんやなっていうところで1位になったんかなって僕は思ったんですけど、すね毛がね、あの生えてるっていうのが圧倒的にダサいっていう声で一番多かったです。ただまあすね毛もまあ量によるんでね、あのなんかジャングルみたいになってたりしたらね、ちょっとあれかもしれんけども、まあ普通の許容範囲で生えてるぐらいだったらまあほっとってもええとは思うんですけども、まあ気になる方はもう全身ツルッと脱毛してはる方もいてるんですけども、その時にその少数意見でもあったんですよ。ツルツルってそんなええかとか、すね毛ってあんま関係なくないとかっていう方もいらっしゃったんですけど、まあ、これはすね毛によってコーデがかっこよくなるっていうよりかは、どっちかとそこまで手入れできてるっていうところなんかなとは思ったりはしたんですけども、まあ、その辺は分かりません。まあ以上があの結果、アンケート結果になったんですけど、僕個人的にはね、まあ思うのは足が比較的こう筋肉質とかスラッとしてる人とかは膝上のやつを履いた方がよりスタイルが見えると思うんですよ。短すぎるのダメですよ。ちょっとだけ上みたいな。例えば今で言うたらちょうどこれぐらいですね。これぐらいの膝よりはちょっと上にあるようなぐらいのサイズとか、もうちょい上これぐらいでもいいんやけど、履いてたらよりスタイルが良くなるかなと思うし、まあ、逆にあんまり足は出したくないというか、そのちょっとムチッとしてたりとかするんやったら、もう完全にこれぐらい膝隠れるか隠れへんかぐらいまで行っちゃってもいいと思うんですけど、だからその辺はその人の体型に合わせてやるっていうのがいいんかなということでね、本日は、ダサいショーツトップ4紹介してみた動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。